マッシュー・アーロング・レースは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス軍、パロス・ベルデス・エステーツ出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のアリゾナダイヤモンドバックス参加所属。相性はクレーシー。2010年の MLB ドラフト8巡目で、ワシントン・ナショナルズから指名され、7月9日に契約。ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ナショナルズで8試合に登板後。 8月21日に A-9 バーモントレイクモンスターズへ昇格。A-9 バーモントでは2試合に先発登板して0勝1敗、防御率6.75だった。2011年は A 級ヘイガーズタウンサンズでプレーし、26試合に登板して12勝7敗、防御率5.17、85奪三振を記録した。2012年は、 AQ ポトマックナショナルズでプレイし、26試合に登板して9勝12敗、防御率4.84、83奪三振を記録した。2013年からリリーフに転向した。AQ ポトマックで開幕を迎え、14試合に登板して3勝0敗、防御率3.18、24奪三振を記録した。6月3日に AQ ハリスバーグセネターズへ昇格。 AAQ ハリスバーグでは28試合に登板して6勝3敗、1セーブ、防御率3.79、31奪三振を記録した。2014年は AAQ ハリスバーグで開幕を迎え、22試合に登板。3勝1敗3セーブ、防御率1.02と好投を見せ、6月16日にトリプル AQ シラキュースチーフスへ昇格。 トリプル A 級シラキュースでは28試合に登板して2勝0敗防御率1.3013奪三振を記録した。オフの11月20日にナショナルズとメジャー契約を結び40人枠入りを果たした。2015年3月19日にトリプル A 級シラキュースへ配属されそのまま開幕を迎えた。トリプル A 級シラキュースで5試合に登板後 4月22日にフェリペリベロが故障者リスト入りしたためメジャーへ昇格。同日のセントルイスカージナルス戦でメジャーデビュー。同点の7回表に登板し、1回を無安打、無失点1死球に抑えた。昇格後はリリーフとして定着。5月4日のマイアミマーリンズ戦では同点の8回表西12類から登板し、 二ン打1死球で2点を入れられたものの、直後の8回裏に、ナショナルズが逆転したため、メジャー初勝利を挙げた。しかし、5月31日の新シシナティレッツ戦で7回、1死から登板すると、三安打4失点二支給で1死も取れず降板。翌日の6月1日に、トリプル A 級シラキュースへ降格した。登録枠が拡大された9月2日に最昇格した。 昇格後は9試合に登板し、シーズンを終えた。この年メジャーでは26試合に登板して2勝1敗、防御率4.24、14奪三振を記録した。2016年、メジャーでは5試合の登板に止まったが、非安打1、無死9、無失点、4奪三振と高騰した。マイナーでは、計38試合にリリーフ登板して、 防御率2.942勝3敗1セーブホイップ1.25という好成績をマーク。また、予視級率は1.6と、ここでも制球力の高さを見せた。2017年は、ルーキーイヤーを上回る40試合に、登板1勝0敗、防御率4.32、31奪三振を記録した。2019年8月30日に、フェとなり、9月2日に、 マイナー契約でトリプル A 級フレズのグリズリーズへ配属された。9月30日に FA となった。2019年11月5日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結び、2020年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2020年8月19日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。 8月27日にディフェとなり30日にマイナー契約となった。ありがとうございます。